ペドロ・ムニティス・ペドロ・マネル・ムニティス・アルバレスは、スペイン・サンタンデール出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、スペイン代表であった。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、フォワード。地元のラシン・サンタンデールの下部組織で育ち、1995年1月22日の、レアル・ソシエダ戦で、トップチームデビューした。セグンダ・リビジオンの CD。 バダホセのレンタル移籍を経て、1998年から2000年の間には72試合に出場して14得点を挙げた。2000年に、強豪レアルマドリードに移籍し、2000から01シーズンはプリメーラディビシオン、2001から02シーズンは UEFA チャンピオンズリーグで優勝した。2002から03シーズンは、フルスノラシン・サンタンデールにレンタル移籍し、 2002年10月19日のレアルマドリード戦ではレンタル元相手に得点を決めて2から0で勝利している。2003年夏、レアルマドリードとの契約満了によりデポルティーボラ・コルーニャに移籍した。2003から04シーズンは3位に終わったが、主に左ウィングとして出場して攻撃のキープレイヤーとして活躍した。2006年7月にラシン・サンタンデールに復帰し、 2006から07シーズンはセルビア代表の FW、ニコラ・ジギッチと身長差が40センチメートル近くあるコンビを組んだ。2007から08シーズンは UEFA カップ出場権を獲得するシーズンを送り、2009年4月19日の RCD s パニオール戦ではラシン・サンタンデールでリーグ戦200試合出場を達成した。 2009から10シーズンは再びチームに不可欠な存在となったが2010年4月14日の RCDS パニオール戦で膝を負傷し一足早くシーズンを終えた29試合に出場して無得点に終わったがアシスト数では FC バルセロナの FW リオネルメッシに次ぐリーグ2位にランクインした2009年春から得点がなかったが2010年10月17日の UDR メリア戦で30メートルの距離からのミドルシュートを決め、約1年半ぶりの得点でファンを喜ばせた。2010から11シーズンは、ミゲル・アンヘル・ポルトガル監督の下で再びレギュラーに返り咲いた。2011年12月3日のビジャレアル CF 戦に出場して、ラシン・サンタン・デールでのプリメイラ・ディビッシオン、出場試合数を285試合とし、 主に1990年代に活躍したホセマリア、セバージョのクラブ記録を更新した。2012年夏にラシン・サンタンデールを退団した。現役引退発表は行っていないものの、2012年にプリメーラ・ディビシオン・フェメニーナの SD レオシン監督に就任した。2015から16シーズンよりラシン・サンタンデールのアシスタントコーチから昇格指揮官の座に就いた。 1999年3月27日、バレンシアで行われた、ユーロ2000予選、オーストリア戦で、スペイン代表デビューした。ムニティスは30分間出場し、オーストリアに9-0と圧勝した。ユーロ2000本大会にも出場し、準々決勝のフランス戦では、ドリブル突破から PK を獲得した。2002年までに21試合に出場して2得点を決めている。 ありがとうございます。